のこれも筆算を使えば割り算することができましたんやね余りがあっても同じようにすることができましたそれでは今度は同じ3桁割る1桁やねんけどちょっと違う答えが違う割り算をしてみたいと思いますどういうことでしょうかやってみたら分かると思いますまず1番です123割る3は 書いいいてみたいと思いま123わる3わえねどうなるでしょうまず100の位からあれ1わる3ここが違うんやね実は1わる3ってできへんよね入ってないよねじゃあここ0になるんかなと思うんやけど0から始まる数っておかしいよね小数でもないのに。 なのでここがさっきの割り算と違うさっきの動画と違うところなんやけど百0 0の位で割れない時はこのセットで見てあげるようにしてください百0 0の位を飛ばして10の位この10の位と百0 0の位を合わせた二桁の数を三で割ってあげるようにすればいいんですなので10の位1割る三は これやったら割れるよね。3412になります。それをそのまんまここに書いてあげる。そうすると0になりました。そしたら次3をここはもうなくなったので1の位の3を下ろしてきて 3÷3。これは普通に1やね。これで割り切ることができました。なので答えは41になります。 こういうふうに百0 0の位に割る数が一度も入っていないときは100の位は飛ばして10の位とセットで割り算をしてあげればいいんです同じように二番もやってみましょう三百五十六割る4です割る4はやっぱり百0 0の位三割る4には入っていないよねなのでセットで見てあげる百0 0の位と10の位セットで見てあげる 三3 5 ÷四はしく十六やと大きいので四し三十二やねこうなります引き算をして五引く二で三。そしたら次は10の位終わったので一の位を下ろしてきて三十六。今度はしく十六でした割り切れました終わりです答えは八十九になります それでは次三番四百4 5 3 ÷五はやってみましょう四 453÷5 は100の位4 ÷五には一回も入っていないのでセットで見てあげます四4 5 ÷五は九やね五九四十五です,45です引き算すると零やね でもここ途中の間のとこなので0は書かずに3を下ろしていきましょう 3÷5 はこれまた0やねけどここには0を書いてあげないといけませんじゃないと答え9になっちゃうもんね九1 0です0を書いて50が0引き算をして余りは3余り出てきました1の位の3なのでこれは余りです 答えは90余り三になります。それじゃあ最後四番。716÷9 は100の位。割る九は入っていないね七の中に九は。それじゃあセットで見てあげる。七十一割る九は9波72やっと大きいので九9六十三やね。 引き算します。七十一引く六十三は八やね。八です。一の位を下ろしてきて八十六、八十六やから九ック81やね。引き算します。六引く一で五、一の位の五なので九より小さいね。これ以上は割れません。なので答えは79。あまり、あまり、 9になりますょかなちょっと難しかったかもしれませんこのルールをしっかり覚えといてください100の位割れない時は10の位とセットで割り算をするようにしてあげる先頭が割れない時はそんな風うに計算をするようにしてください